情報量の多いニュースの見出しが混乱するということで見ていきたいと思います。まずはこちらですね。2020年8月に起こった事件のニュースですね。全裸男性のパソコン奪ったイノシシ、駆除される恐れ、ドイツというものですね。もうイノシシがパソコンを奪うってどういうことだだったりね、そもそも男はなんで全裸なんだみたいな、いろいろ言いたいことはあるんですが、まあこちらどうやらドイツのベルリンのヌード日光浴で人気の湖のほとりで、全裸で日光浴をしていた男性がノートパソコンの入ったバッグをイノシシに奪われて、それをね追いかける様子が話題になったということで、まあこちらね全裸でイノシシを追いかけているんですが、周りのね人たちも微笑ましく見守っていますね。でこちらのパソコンを奪ったイノシシなんですが、まあ、狩猟シーズンに入れば駆除される可能性もあるというニュースですね。それをニュースタイトルにね詰め込んでくれましたね。全裸男性のパソコン奪ったイノシシ、駆除される恐れドイツというね分かりやすいタイトルにしてくれました。次のニュースはこちらですね。ビーチで全裸で日光浴をしていた男2人、鹿に驚き王立公園に逃げ込み、コロナ外出規制違反で罰金というね、こちらもねもう情報を詰め込んでくれましたね。タイトルにまた全裸なのかということだったり、全裸なのか王立公園なのかコロナなのか一体どれが罰金なんだというニュースなんですが、こちら2021年6月のニュースだそうで、オーストラリアですね。オーストラリアのビーチで裸で日光浴をしていた男性2人が鹿に驚いて王立国立公園に逃げ込んだそうですね。しかしその男性2人が国立公園の原生林で迷子になってしまい、救助を求めて電話をして保護されたんですが、まあ正当な理由なく外出したのでコロナ規制違反で罰金8万円を払ったというニュースですね。はい、まあこちらもねタイトル通りなんですが、まあ、海外は結構全裸で日光浴をすることがあるんですね。この男性二人もどうやら発見された時は、一人は全裸でリュックを背負っていて、もう一人は一部だけ服を身につけていたとのことですね。はい、まあ分かりやすいですね。こちらもタイトル通りのニュースでした。次はこちらですね。こちら2021年7月日本でのニュースですね。コロナ陽性なのにライブ出演、ラッパーで暴力団組員の男、覚醒剤と大麻所持容疑で逮捕ということで、まあこちらもねニュースタイトルに全てを詰め込んでくれたんですが、まあ、こちらは覚醒剤と大麻所持が原因で逮捕というニュースですね。まあその男が暴力団組員で、さらにラッパーでコロナ陽性なのにライブ出演もしていたというニュースタイトルですね、こちら。まあニュースタイトルだったりはね簡潔で分かりやすい方がいいんですが、分かりやすくまとめてもこの情報量になってしまうというねニュースも存在するということですね。はい、情報にね飲まれないようにしましょう。以上です。